築地市場にある立体駐車場など35棟の建物が使用許可の期限が切れた違法状態であることがわかりました違法状態の仮設建築物は1991年から98年にかけて建てられた正門の立体駐車場など35棟です。 東京都によりますと、35棟は当時進められていた築地市場の再整備のため、施設の一時的な移転先として建設されました。その後、再整備は中断されましたが、市場業務に必要だとしてそのまま使われていました。仮設の建築物には建築基準法で使用許可に期限がありますが、35棟は2005年5月から期限が切れていました。 都は今後、許可の更新をしなかった経緯を調べ速やかに更新手続きを行う方針です。